5枚あった3社の上がり牌、最も少ない太郎の上がりとなります。さあ何の2曲、日本バドラリアンマンです。太郎トントイツドラ1枚ソーズ1メンツ。太郎さんは通常営業って感じでね。そうですね、はい、はい。和田さんと中林さんは絶対トップが欲しい。松ヶ瀬さんはラスだけはどうしてもできれば2着以上、はい、いう状況ですけどね。岡田2メンツ赤、中林ゼロメンツですが赤があって両目2つ、松ヶ瀬はハズが重なった。それぞれの本当にチーム状況大きく違って考えることや思っていることも違うはず。ただただ勝ちたい、ただそれだけ。ただ今日は入り続けてるね、岡田さんはね。ますね。一発決めれば、決まれば面白いですけどね。そうね、はい。さあカウピを引いてきました太郎です。伸びてますよ、つもも。ただチャレンジ継続、わかんないですよ、はい、監督さんがどう判断するかわかりませんけど、チャレンジ継続させるためにはね、2着は絶対でしょうからね。そうでしょうね、はい。まあ、2着が遠くなったっていうことですもんね、今の上でね。さあ親の太郎がトンのポン、手にはドラーかあります。これはイーシャンテの形が広がりました。ペンサンマンペンチーソーからカンウソーの受け入れも増えます。前順リャンピンを切っている岡田、まあ、一応形はイーシャンテですね、はい。カンスーピンとペンチーピン、まあ、まあ、悪いもんね。太郎に対して泣かれないように打っていくんですか、こういう時は。泣かれてもしょうがない気はするんですよね、はい、だから補充をしないようにだと思うんですけど、ね、ローンは嫌いたい。だからこれ先打ってるっていう、あ、これウーピンはイーシャンテからイーシャンテのポンですね、うん、だいぶ広がりましたけどね、はい。いや、プレッシャーも大きいですよ、親のツーフロー。赤ウーピンが囲まれています。ただね、個人の MVP に戦ってる人とチームの、あのセミファイナル進出に向けて戦ってる人ではね、はい、プレッシャーの大きさがだいぶ違うので。違うでしょう、ね、天敗ペン3番です。これ5800ありますもんね。ありますね。あー引いたよ、天敗です。まずは外すもあるか、チーピンちぎれ、チーピンよく、あー、そのままいった、パーピン2枚打たれてますね。チーピンよく見えるんですよね。なるほど、よく見えるんだけど打点が不服だからどうしようかってことですよね。あ、積もる場所を間違えましたね。ちょっとこれは審判からの裁定が、入ると思いますので少々お待ちいただきたいと思います。おそらくこちらから見るか、あ、説明ありますね。はい、こちら審判室です。ただいまの裁定について説明いたします。あ、今、中林選手が、ツモハイの場所を間違えて、打牌前でしたので、見せ牌1枚と同様の扱いとし、中林選手への罰則はありません。誤って積もった牌は、元に戻してください。その上で、改めて対局を再開してください。以上です。さあ、ただいま、梶本審判から、裁定があったように見せ牌1枚の扱いということでペナルティーとは一切なし、そのままゲーム続行という形になります。よくチーピン連続で2枚ですか。どちらもチーピンでした。いや本当でしたね。そういう話ではないんですけど、はい、岡田のこのペンチーピン待ちのリーチはやっぱり良かったということですね、まあ、実際3山で、あ、2山だったんですかね。実際1枚出てたってことは3山だったんですね。3枚山残り、ただすぐに中林と、松ヶ瀬に流れてきました。
太郎はどこまで押すんでしょうか。いや全部押すんじゃないですか。全部ですか。缶、缶じゃない。これは今捨てようとしたパイが山に当たったんですが、缶ですよねこれ。もうこれは捨てるモーションに入ってしまったということで、そのまま捨てると。打牌完了とはなってませんでしたよね、おそらくですけど。まあそうなんですが、うん、ルール的にはちょっと確認しなきゃないぐらいのラインですね、ラインになっちゃうので、うん、完した後にダメですと言われると困りますからね。はい、岡田としてはそのままつもぎることを、選択になりました。岡田さんも見せ合い1枚で終わり。 CP いたらさい1200、2000リーチツモ赤1000、2000の日本馬1200、2200。まあちょっとねローピンの部分が少し難しく思いましたが、まあ、岡田つもぎるという選択になりました。さあこれで松ヶ瀬を逆転しました。なの3局、まあ、おそらくね、あの打開のモーションには入ってますけど、はい、下にはついてないので、ついてないですね。おそらく勘できるとは思うんですけどもね。これでも松ヶ瀬さんちょっと一歯踏ん張り欲しいね。欲しいですね。上がりがないとこのままだと4着ですよ。大和証券 M リーグ2023-24シーズン、本日2戦目を終えた選手の声をお届けいたします。まずは4着となりました角川さくらナイツ岡田紗也香選手にお話を伺います。対局お疲れ様でした。お疲れ様でした。連投チームメイトは送り出してくれましたね。はい、もうなんかいけってなってましたね。はい、ありがたいです。はい、まあ、結果としては4着ということになりましたが、もうバカですね。もう本当にローピンとか切る途中で気づいて、うん、あでもなんかすごい山かしゃってやっちゃって、なんかこっから噛んっていうのが恥ずかしくて、いや、うん、なんか噛んできてたらね、少なくとも2着は取れてたかなっていう、1326少なくともなってて、うん、申し訳ない。もうチームポイント減らしたことは申し訳ないです。はい、いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それ